ブラッドリー・エム・クーンはアメリカ合衆国のフリーソフトウェア運動における活動家である。クーンは現在ソフトウェアフリーダムカンサー・ビンシーの代表取締役を務めている。2010年まで彼はソフトウェアフリーダムローセンターのフロスコミュニティ接触担当並びに技術理事を務めていた。それ以前2001年から2005年3月まで彼は フリーソフトウェア財団の執行役員を務めていた。彼は2010年3月まで FSF の理事にも選出されていた。彼は FSF、FS SFLC 双方にて GPL のライセンス指向に関する改善に尽力したことで最も有名であり、また FSF のライセンスリストの作成、アグプルのフェロ条項の元となった条文の作成などにも貢献している。彼は クロス開発における非営利的構造の側面を長らく支持し続けておりソフトウェアフリーダムカンサー・アビンシーでの活動を通じてこの方面への努力を傾けている。クーンは大学準備学校のロヨラブレイクフィールド校を卒業の後ロヨラ大学に進学し1995年5月計算機科学の学位を主席で得て卒業した。クーンは シンシナティ大学大学院の計算機科学科に入学した。大学院の指導教官はジョン・フランコだった。クーンは論文作成のため学生奨学金をユズニックスより授与されていた。彼の論文は Java 仮想マシンにパールを移植することを一例としてフリーソフトウェアによる言語との動的な相互、運用性をどのように確保するかということを取り上げたものだった。 ラリーウォールはクーンの査読委員を務めている。クーンの論文は、スタックベースの仮想機械をパールで利用する場合に際し様々な問題があることを明らかにしたが、後にこの発見がパロット仮想機械プロジェクト立ち上げの根拠の一部になっている。クーンは、ラク RFC プロセスにおける活発な参加者であり、同プロセスにおけるラクのライセンシングに関する筆頭委員だった。 彼はライセンスに関するプロセスに提案されたすべての RFC の著作者である。クーンは在学中の1998年から1999年にかけてウォルナットヒルズハイスクールの計算機科学に関する大学単位認可プログラムにおいて教鞭を振るっている。彼はこのプログラムにて生徒に独力で GNU リナックスベースのラボを構築するよう指導している。クーンは大学院在学中にフリーソフトウェア財団にボランティアとして多く関わっており、2000年1月にはリチャード・ストールマンの補佐として非常勤で雇用されている。この間、クーンが職務を遂行する様子がメイリングリストにて見られる。FSF におけるクーンの業務において初期には彼は FSF のライセンスリストページの作成と管理を提案し、ライセンスの反乱に関する問題を提起していた。クーンはまたこの間、シンシナティリナックスユーザーグループの初期からの活発なメンバーであり、1998年には理事を務めており、多数のプレゼンテーションを残している。クーンは高等学校卒業の後、計算機科学に関する職歴を歩み始めたが、 短い期間プロプライエタリソフトウェアの開発に携わっていたことがあった。彼はこの職業分野において辛い経験し、このことは彼が非営利団体での職務にこだわる動機の一つとなった。大学卒業後から大学院在学中またそれ以降、クーンはさらなる職歴を刻むことになったが、すべて非営利団体であった。彼は2000年後期には FSF にて、 フルタイムで雇用されており、2001年3月には執行役員に就任している。彼は FSF の参助会員キャンペーンを立ち上げ、FSF の GNU ゼネラルパブリックライセンス違反是正のための運動を GPL コンプライアンスラボという形で公式な組織として発足させ、SCOO に関する訴訟に対する FSF の対抗措置を先導し、 アグプルのフェロ条項の元となる条文を作成、生涯放送教育プログラムの講義にて、弁護士などの放送関係者に向けて、GPL についての法的な解説を頻繁に行っていた。クーンは2005年3月、エベン・モグレミア、ダニエル・ラビチャー,アーラと共にソフトウェア・フリーダム・ロー・センター、立ち上げ準備に取り掛かるため、FSF を離れ、後2006年4月には、 ソフトウェアフリーダムカンサー・アビンシーも設立している。FSF と SFLC 双方において、クーンは米国における GPL 違反税制に関し、重要な役割を果たしてきた。SFLC において、彼は GPLV3 の走行作成において、エベン・モグレン、リチャード・ストールマン、そしてリチャード・フォンタナを技術面、法的面双方でサポートし、ステッドと呼ばれる。 GPLV3 のコメント受付のためのソフトウェア構成システムの作成を管理していた。彼は GPLV3 にフェロ条項を導入するよう強く進めていた。そして、固有のライセンスへのフェロ条項の移行の決定がなされた後、フェロ条項を明確に導入したアグプル V3 の作成を支援していた。2010年まで空運は、 ソフトウェアフリーダムローセンターのフロスコミュニティ、接触担当並びに技術理事を務め、関連組織であるソフトウェアフリーダムカンサーアビンシーの代表を務めていた。2010年彼はソフトウェアフリーダムカンサーアビンシーの主席取締役に就任した。2010年10月までクーンは SFLC の主席顧問であるカレン・エム・サンドラーと共にフロス会における法律、 政治、その他の問題について語るポッドキャスト、フリーアズ・イン・フリーダムの主催を務めていた。以前2年間ほど、クーンとサンドラーは似たようなポッドキャストである、ソフトウェア・フリーダム・ローションも主催していた。クーンは、熱心なポーカープレイヤーであり、2002年から2007年まで、不定期に、プロとしての活動を行っていた。2008年1月からは、彼は、ロイク・ダシャリーが、 作成、管理を行い、GPL で配布されているオンラインポーカーシステムのポカーソースプロジェクトへの貢献を行っている。ありがとうございます。